これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間8月14日です。着いた胴体着陸によりますと、すごいね。胴体着陸になったのは残念ですけど、ちゃんと機体が綺麗だ。19年ですけどね。着いた人によりますと、安全に到着陸できるくらいのなんで、プロバイトの年収期の交渉に対する正しい緊急対応だと思いますよ。このことについて、オーブン空港公式サイトによりますと、オーブン空港滑走の閉鎖により、発着便に遅延欠航が生じております。8月14日11時25分現在オーブン空港滑走の日程5日だけが確座したことにより滑走路を一閉鎖しております。このためオーブン空港を発着する便に大幅な遅れや欠航が出ております。なお運行再開の目的など詳細が分かり次第が案内申し上げます。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。何卒ご入力ください。ますますようお願い申し上げます。インターネットの現場写真によりますと、 RG フード本田空港 JI 軍と再着陸してました。当時のメディアによりますと、14日10時30頃、五日だけには3人が乗ってたが、いつでも結果はない。